アンティオキアのイグナティオスは、アンティオキアの第二代主教。聖教会、非、カルケドン派、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会などで聖人とされる。使徒教府の一人。聖教会では、新品知名者という称号のほか捧げ神者という称号を付されて呼ばれる。イグナティウスと表記されることもある。イグナティオスは、若年の頃に、キリスト教に消えし、 ローマ皇帝がネルダからトライアヌスに変わった頃には、アンティオキア教会の第二代目の司教になった。トライアヌス治世下の迫害において、アンティオキアの長として逮捕され、ローマに護送されて、囚人監視のうちに野獣に噛み殺されるという刑に処せされた。ローマで殉教する旅の途中、イグナティオスは、最も初期のキリスト教神学の例とみなされている一連の手紙を書き送った。 これは、教会論、サクラメント論、主教論を含んでいる。トラリア人への手紙、マグネシア人への手紙、フィラデルフィア人への手紙、スミルナ人への手紙など、彼の書簡の中には、主教職に関して明確な言及があり、ニセイキ諸島には、主教職、司祭職、羊職を中心とする三聖職位性が確立していたことが読み取れる。イグナティオスは、 ローマのクレメンスとポリュカルポスと共に使徒恐怖の筆頭であり、個人的に使徒を知っていた初期のキリスト教著述家の一人であると伝えられる。聖イグナティオスの日は、西方教会では10月17日に、東方教会では12月20日に祝われる。カトリック教会では2月1日である。永民年について107年とするものと、98年から117年の 間とするものがある。在年間も諸説ある。当時は、まだ宗主教制は形成されていない。ギリシア語、シータイプシロンファイローにつき、キリスト兄弟辞典では、神を宿すものとの訳を当てている。ありがとうございます。